豊子雄綱は、平安時代末期から、鎌倉時代初期の武将。通称は、足利七郎、足利雄綱とも呼ばれる。守府将軍、藤原秀里を祖とする、藤士生足利氏の初流で、佐野市、阿蘇沼市、木村市などの祖。関西重州書家府や原平清水記など一部資料では、豊、古、武や西へなどの表記も見られる。 戦場で射抜かれた目を自分で洗ったと言われている。佐藤市一の後を継ぎ、東大事業だった、豊子保保氏となり、宝来山に不魔城を築く。宇治平等院の戦いでは、兄、足利俊綱の子、忠綱と共に、源頼政を攻めて、兵士に味方したが、乃木宮合戦では、この元綱と共に、源氏に味方し、俊綱と忠綱を敗走させた。 文治2年6月1日、原世足利市と赤宮まで戦うが、その最中に山鳥の矢で左目をいられて敗走。途中の井戸で目の傷を治療したものの、石室に賛同した有好は、老体のため馬の蔵に腰をかけて自害した。墓は、当初墓土に混流されたが、大英3年に、和尚村久氏によって、領有地の豊子保つがあった。 大悲山平等院大安寺に移転された。豊子保津は、妻の豊子に、娘の加賀局を経た後に、島津市の島津忠介によって領有された。またぼ土地の石室は有効の豊子から一時取って、戸室と改名。後にこの地は有効の末裔である佐野市所流の地勝名によって領有され、彼は戸室を称するようになった。ありがとうございます。